はい、こんにちは。今回もね、宇治ほうじ茶の香るほうじ茶ということですね。香るほうじ茶です、ね。ほうじ茶版のお茶があるということでですね。食べることですね。香るほうじ茶。香るほうじ茶とは、どんな味のほうじ茶ですか。ではね、食べてみたいと思います。これはね、トライデッシュロースって書いてあって、ナッツって不思議です。種類ごとに美味しいローストの方法が違います。マカダミアナッツは蒸した油の中でじわじわローストするのが昔ながらのやり方。一粒一粒ほど濃く芯まで火が通るね、上品な味わいと歯ごたえが引き立ちます。少しずつ焼かないけど美味しさは乱れない。現明治のマカダミアのこだわりですということでこう書いてあるんですけども、そういうものになりますね。はい、意外とね、ミニカー見てる人もね、このこういう食べ物デビューとか見てくださってるんですね。またありがたいことなんですけども、あー、もうすでにあれですね、もうほうじ茶の香りがすごい、いい匂いだね。ほうじ茶の香りがするよもんね。お茶って感じですよ。ではいただきます。なかなかね、あ、いいね、ほうじ茶のこのシンプルな香りというか、のがあってね。で、それでこう、食べるとまたこの甘くてふわっとしたほうじ茶の味と、なんとも言えないいい味がするんですね。で、こう、非常にこのほうじ茶のお茶の味と、そこにミルクのマカダミアチョコのね、味がさーっと包んできて、なんとも言えない良い香りです。これがお茶なんですね。お前はじいさんかというツッコミがあるんですけどもね。まあ、あの、お茶をね、食べるとね、いいのーみたいな感じでね、お茶っていうのはね、私の中ではお茶イコールおじいさんというイメージがありますから。はい、ではね、あれなんですけども、でも私の顔を言ってみれば、やっぱおじいさんかもしれないな。お茶が好きだから、お茶が好きで、あんまり、確かに何か誰か言ってたな、ジュースはあんまり良くないっつってたね。なんかジュースばっかり飲むとあんまり良くないんだってね。なんか糖尿病だとか、なんかそういうのじゃない。あのジュースってすごい甘いじゃん。だからあればかり飲み続けって言うと、まあ全部は甘いんだけどね、ジュースってすごい甘いから、まああれ飲み続けると糖尿病になるっていう恐ろしいのがあってね。だからこれは、まあ、ほうじ茶は非常に、まあ、そのさーっとした味わいと、香りがさーっときてね、で、いい味わいでね、香る味というか、この何とも言えない落ち着く味わいにね、かぶり引き立つ味と、味わいがね、なんとも言えず、ああお茶だなっていうね、
おじいさんお茶をもっと一振り、おばあさんお茶をもっと一振りみたいな、そんな感じですよね。でもなかなかこう落ち着く味と宇治抹茶のこのさーっとしたの、やっぱり日本人はやっぱりお茶だろうな。基本的に日本人って昔からずっとお茶飲んでるけど、やっぱり日本人ってお茶だと思うよ。ただ多いお茶だけはやめてくれみたいな感じだけどね。ただまあそれ以外のお茶はいいなと思うんだけども、まあなかなかこの非常にねいいなと思う。ほうじ茶の香りとこのチョコの香りが非常によく合ってて、これはこれで美味しいんじゃないかなと思いますね。どうもありがとうございます。